肘の整復法の、一つの例です。これは、患者さんが、ベッドに、うつ伏せ状態ですね。で、肘がベッドの脇に出ている状態です。今もうすでに脱臼してある状態です。これは、揃った一人でやる整復法ですね。この場合、自分は左手で患者さんの腕を、まあ、押さえるというか、もう体にひっついてる。当然手はひっついているので、そこまで押し付ける必要はないですけども。で、自分の右手で手首を持ちつつ、少し伸展して、そして下に引っ張っていきます。そうすると、入ってきます。ね。もう一回。伸展を少しして、引っ張っていきます。まあ、もしも、この運動選手、患者さんが、250キロ、200キロとすごい大きい、場合だったら、誰かに上腕を、押さえていただいて、そして自分の両手を使って、で、引っ張っていく。っていうのも、まあ、整復法の一つですね。二つ目に言います。この場合は患者さんが、仰向け、上向いている状態ですね。で、まあ、これを、地面と考えてもらうといいんですけども、自分の体重を乗せて、そして上に引っ張っていく。ですね。次、もう一つの整復法としては、まあ、患者さん、運動選手の場合だったらベンチかなんかに座ってると思うんですけども、座ってる状態でベンチの後ろを使ってそこに押し付けつつ、引っ張るですね。引っ張っていくと入ります。それが3つの整復法です。